暗い隅っこの話であれ、深みに隠れている生き物の話であれ、海の大部分は未だに謎に包まれています。でも時には冷たく暗い深海に隠された恐ろしいものを覗き見ることができます。例えば強力な嵐の後、深海生物が再び漂着したというニュースを耳にしたことはありませんか？ただ奇妙に見えるものもいれば、水深1000メートル以上に生息する本物のモンスターもいます。寒冷な深海では巨大化という特殊な現象が起こるため、海蜘蛛、イカ、ミミズ、その他多くの動物、主に無脊椎動物が浅い場所で見るよりもはるかに大きく恐ろしく育つのです。太平洋の深海ではミニバンほどの大きさの海ワタを見ることができるし、阿南極海域に生息し主にニュージーランドに生息するアオリイカの14倍近くもある巨大イカも存在するんですよ。研究者たちはこれらの水中モンスターの多くを海洋の深海帯で発見し、2021年研究者たちは巨大クラゲの画像を公開しました。それは水深975メートルに生息し、触手の長さは10メートルもあったんです。ビーチでは絶対に遭遇したくないですよね。おそらく小魚やプランクトンしか食べないと言われていますが、水深6500メートル以上まで泳ぐことができるんです。しかもその地にはこの巨大クラゲに必要な食料がありません。科学者たちはこの生き物がどうやって生き延びているのか解明できていません。さらにこれまで発見された最大のダイオウイカは謎に包まれています。この怪物は全長13メートル、重量は1トン近くあるので、その触手があなたの車などを掴んだらおもちゃのように壊されてしまいます。アビスゾーンには太陽の光が届かないので光がありません。だから藻も水中植物もいないんです。さらに在来動物たちはほとんど雪を食べています。海洋の雪は雪だるまを作るような普通の雪とは違い、海面から落ちてくる小さな白片や残骸、動物たちが食べきれなかった残骸などが含まれています。だから大した量ではないのですが、ダイオウイカのような深海に潜む非常に大きな生物にとっては十分な量と言われています。一般的に深海に生息するイカはわざわざ獲物を追いかけようとはせず、哀れな動物が長い触手のすぐそばまで泳いできて罠にかかるのを待ちます。このような暗くて冷たい場所に泳ぎ着く動物はそう多くないので、これは最善の方法とは言えないかもしれませんが、これがエネルギーを節約できる方法なんです。ダイオウイカが毎日食べる魚はわずか 30g、 だいたい 45kcal ほど。これは平均的な人間が1日に食べるべきカロリーの50倍近くも少ないので、イカは魚を1匹食べるとそれを 2,3 日分取っておくのです。アビスゾーンに十分な量の餌がなくなってしまい、ダイオウイカが地上に出て餌を探すようなことがないように祈るしかありませんね。そしてさらに巨大なニシオンデンザメにもそんな考えを起こしてほしくないですね。彼らは水深2200メートルまで潜ることができ、泳ぐ速度は毎秒 1.2 キロと私たちが通常歩く速度の2倍も遅いんです。その遅さは水中生物が生き残るために必要な省エネメカニズムの一部なのですが、獲物を捕らえる必要があるときは短時間でスピードを上げることができます。でも深海の環境に応じて捕食者から残り物を探すように食生活を変えたようです。獲物を追うよりも残り物を待っている方が容量がいいですからね。ニシオンデンザメは1年にわずか1センチしか成長せず、体長は 6.5 メートルほどが通常で、非常に長生きします。400年も生きると言われていて、代謝が遅いことも長生きの主な要因の一つと言われています。ニシオンデンザメは冷たい海を好み、彼らの組織には全身に氷の結晶が形成されるのを防ぐ特定の化学化合物があるため、それに適応しているのです。つまりある種の天然の凍結防止剤を持っているということ。ではなぜこれほど大きいのでしょうか。まだ詳しい理由は分かっていないものの、科学者にはいくつかのセオリーがあります。クライバーの法則、つまり大きな動物はより効率的である傾向があるという法則です。小さな魚とその何百倍もの質量を持つクジラを比べてみましょう。クジラの方が代謝が良く、より効率的にエネルギーを保存し、熱によって周囲に失うエネルギーも少なくなります。
次により大きな動物はより大きな獲物を摂取することができます。そのため環境中の厳しい問題に立ち向かったり、自分を狙う捕食者から身を守ったりする可能性が高くなります。また体温が低いほど体は大きくなります。ニシオンデンザメがその高齢で、巨大な海蜘蛛も同様の理由といえます。海蜘蛛は一般的によく見られるもので1ミリという非常に小さなものもいますが、南極の深い場所では1メートルもある巨大な個体も見られます。これほど大きくなるのは冷たい水に酸素が多く含まれているからなんです。そうすればより多くの酸素が動物の体内に拡散し、より大きく成長することができます。それではこのラパゴスハオリムシはどうでしょう。太平洋の海底の謎を探っていた研究者たちが偶然発見したもので、珍しい熱水噴出口で発見しました。水は岩の断層や割れ目から染み出し、噴出口はその方向を変えるため、火山の熱が熱水噴出口を動かすのです。岩の断層や割れ目から水が染み出すと、熱水噴出口は向きを変えます。熱水噴出口から流れ出た水は様々なミネラルや化学物質を豊富に含んでいて、ほとんどの動物はこの有毒な化学物質のスープに囲まれて生き延びることはできないのですが、ラパゴスハオリムシは違います。有毒な噴出口や沸騰するほどの水温に悩まされないだけでなく、そこで生態系全体を発達させたのです。彼らがユニークなのは、生き残るために太陽光を必要としないことで、その代わりに小さなバクテリアが主なエネルギー源となっています。そのバクテリアは有毒化学物質から直接エネルギーを得ています。つまり使われるのは光合成ではなく、化学合成と呼ばれるプロセスなんです。そしてラパゴスハオリムシには口がなく、バクテリアが体内に住んでいます。すごく奇妙ですよね。しかもこの変わった生き物は最長 2.4 メートルにも達します。巨大等脚類も同様で、海底500メートル以上の深海に潜み、太陽光線から遠く離れた場所でまるで巨大なキジラミのような姿をしています。彼らはほとんどの時間を海底で過ごし、高層から落ちてくる餌をひたすら待ち望んでいます。足の先にある小さなカギ爪を見てください。等脚類は海底を移動する際、より安定した状態を保つためにこの爪を使います。生息地域には光がないため、周りを感知するために長い触角があり、この感覚触角は体の半分ほどの長さがあります。巨大等脚類は体の大きさに比べて目もかなり大きく、頭から尻尾までは30センチメートル以上にもなります。そして彼らは実に忍耐強いんです。深海の生物は滅多に餌にありつけないという話を覚えていますか？そんな彼らは適切な食事を得るために何年も待つこともあるんです。だから彼らの代謝は驚くほど遅く、5年間何も食べずに過ごすこともあります。どれだけお腹が空くのか想像もつきませんね。2006年、クレイグ・アール・マクレーンという生物学者が浅瀬と深海の違いを比較する研究を行い、彼は深海が島の法則を反映していることに気づきました。第一に、陸地に孤立した部分には他では見られない生物多様性が発達していて、第二に、小さな体の生物は大きな陸地に生息する生物に比べて隔離された場所で大きく成長するというのです。資源は限られているのですが、競争相手や捕食者もいます。私たちはこれらの深海生物について多くを知りません。そのような研究を行うにはあまりにも費用がかかり、複雑すぎるからです。だからこそ、嵐で偶然陸に上がる深海動物を待つしかないのです。